もアイドルのステージやっぱり大きいしキラキラで超人気って分かっちゃう。うん、お客さんも盛り上がってて楽しそうじゃん。あの会場にいる人みんな笑顔だし、私もいつかあんなステージに絶対立つからね。何それ、超軽く言うじゃん。なんでそんなこと言い切れちゃうわけ。まあ当然だよね。なんたって私はカリスマギャルなんだから。それにプロデューサーが私のこと信じてくれるならちょっと張り切っちゃうじゃん。プロデューサーは私たちを絶対に大きいステージに連れてってくれるんでしょ。一緒に夢を目指せるのは嬉しいよ。で、具体的にどんなプランなの？なんだ、まだ考えてなかったんだ。でもさっきの言葉、適当に言ったわけじゃないのは分かってるって。信じてついていくからね、プロデューサー。まあちょっと頼りないとこもあるけどね。でも一生懸命なとこはいい感じかな。なんでもないよ。それよりプロデューサーの夢聞かせてくれてありがとう。私も夢に向かって全力で駆け抜けるぞーってモチベ上がってきた感じ。うん、私らしく誰よりもキラッキラに輝くアイドルになりたいんだよね。ありがとう。私もプロデューサーの腕楽しみにしてるし。